どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日はですね、こちらということになります。もう平和になったじゃないかと、関ヶ原の戦い以降ですね、戦闘が別に特に行われていないじゃないかと、いう風な形になったんですけれども、ここが大事になってきます。1637年、島原天草一揆という形になります。島原地方ね、長崎県の島原という場所と天草、熊本県の天草地方っていうところ、ここで一揆が起こりましたよ、という形になります。で、これが歴史に載るぐらい恐ろしい反乱なんですね。恐ろしい反乱なんです。で、この一揆の規模が、そんななんかそこら辺のなんか100人ぐらいの村がですね、なんか一揆を起こしたとか、1000人の要するに百姓が立ち上がったとか、そんなレベルじゃないんですよ。そんなレベルじゃないんですよ。で、これはまあ理由としては、背景としてはまあいろいろあります。あの、年貢がきつすぎたとか、キリスト教徒を弾圧しすぎたとか、まあ、いろいろあるんですが、島原天草一揆の、要するに一揆軍の軍勢は一体どのくらいあるかっていうと、4万人になるんです、大体。正確には37,800人くらいだったはずなんですけど、4万人なんです。で、これに対して幕府軍側がどれだけの軍隊を投入したかっていうと、13万人です。これを今の日本の規模で考えると、どのくらいの状況になっているかというのを簡単にしましょう。いいですか？まず、大体人口比が今4分の1くらいってことなんで、まあ、4倍してもらうと大体わかりやすいんですが、キリスト教徒約14万人が、いいですか？ 14 万人が、いいですか？あの、反乱を起こしました。これだけでも意味わからん状態ですよね。これ意味わからん状態ですよね。で、それに対して、どれくらいの軍隊を突っ込んだかっていう話になるんですけれども、42万人の警察官を動員して、この一揆を沈めましたっていう感じになります。はい。まあ、ほぼ江戸幕府全域と、人口が全部要するに戦闘に駆り出されるというふうな状態になっているという状態なんです。だこれがいかに恐ろしい状態かということになるわけです。わかります？わかります？だから、この島原天草一揆を見て、で、これは江戸幕府はキリスト教徒の仕業だというふうに考えたんですね。これ正確にはそうではないんですけど、あ、これはキリスト教徒を徹底的に弾圧しないと、これは国が転覆してしまう、つまり国が崩壊してしまうっていう危険性を持ったわけなんですね。じゃあ、どうするかっていう話です。はい。で、キリスト教徒の弾圧を徹底的にすると。まあ、踏み絵であったり、絵踏みであったりっていう作業をやっていきますよ、というふうな形になるわけですね。はい。皆さんもしっかり覚えておいてください。島原天草一揆ね、3万人近い要するに、人々が、暴動を起こすと。それに対して、突っ込まれた警察官の軍隊の数が12万人ほど突っ込むというふうな形の要するにですね、戦争があったということですね。まあ、この時に、まあ、死亡者である天草四郎さんは、まあ、もう死んでしまって、長崎に首を吊るされるっていう形になるんですけれどもね。まあ、ほんと今こんな時代じゃなくて、ほんとよかったですね。はい。というわけで、本日も、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。あ、違う。